メタル X は全てこのウンババのもの。さあ集え、ブラックモンスターのもとへ。ヒュンバ、よく生きていたな。君たちとは戦いたくないんだ。いいぞピンマ、行けババドゥ。よし、そこまでだ。大丈夫か？死にゃしねえだろ。気にするな。やらなきゃやられたんだ。うん、あっ！うん！うん！レーザーだ。ブラックゴーストか。おそらくは。もう起き上がったか。加速装置。お見事。何匹いるんだ。どうしたんだ。見つけたぞ。あれは昨日のやつとは違うな。隠れてるんだ。すまん。マグナムだ。そんなものでこのサイボーグマンが倒せるものか。くそ、やつをあそこから引きずり出すんだ。すばしっこいやつめ。008！ そういうことだったのか。小賢しい真似を。うわっ、くそ。しまった。お遊びはおしまいだ。死ね。
危ないところだったね。006、003。帰りが遅いから探しに来たのよ。そしたら途中であいつらを見つけたね。そうだったのか。くそ、002、どうしたんだ。急に体が苦しくなってきやがったぜ。どうしたの。レーザーで足をやられたんだ。早くドルフィンゴに連れて帰らなくちゃ。008、どうかしたの。いや、何でもない。僕は002をドルフィン号へ連れて帰る。わかった、みんなは僕が。気をつけてね。あなたたちが無事なことはサイボーグマンもすぐにわかるはずよ。ああ急ぎましょう。みんな行こう。ったく、なんでもっと早く連れて帰らんかったんじゃ。こんな応急処置じゃ死にそうになるのも無理ないわ。もう一本つないで循環できるようにしなくては。いいか、お前たちはロボットじゃないんだ。栄養源パイプやエネルギーパイプは穴を塞ぐだけじゃ何にもならん。よく覚えておけ。なぜわからないんだ。我々はブラックゴーストに騙されていたんだ。そんな話信じられん。我々にはブラックモンスターは必要だ。この国は頼んだぞ。ママドゥ、本当にお前なのか。博士、もう大丈夫じゃ。それにしてもブラックゴーストが大統領にも武器を売っていたとはね。民衆を煽って大統領を追い詰める、そしてバカ高い兵器を大統領に売り込む、奴らのやりそうなことだぜ。いや、それだけではあるまい。ブラックゴーストの狙いはおそらく世界戦争、あるいはそれ以上の混乱。どういうこと。前にも言ったが、この国には世界が注目しておる幻のエネルギー鉱石メタル X がある。内乱が長引けば、欧米列強は治安維持という名目で介入を始めるじゃろう。世界戦争の引き金にはもってこいというわけか。そんなことさせちゃダメだ。サイボーグマンを止めなくちゃ。止める。まだそんなこと言ってんのかよ。彼らだってロボットじゃないんだ。話せばきっと分かってくれるよ。あんな奴ら何を言っても無駄だ。お前が一番分かってるはずだろう。でも、やめろ。やめるんだ。やめてくれ、003。やっぱり俺できない。甘いな。ブラックゴーストだってバカじゃない。そう何度も裏切りサイボーグを作るものか。奴らは完璧な戦闘サイボーグさ。002はサイボーグマンには人間の心がないっていうのか。少なくとも俺には感じなかったぜ。博士はどう思います。009の気持ちもわからんではないが、こうして実戦に使われているところを見るとサイボーグマンはやはり一つの完成形かもしれん。完成形。002の言う通り完璧な戦闘サイボーグということじゃ。でもそれじゃロボットと同じじゃないですか。いや、ロボットの電子頭脳にはいくら高度化されようと決して越えられん壁がある。その壁を越えたのが様々な経験を積んだ人間を素体にしたサイボーグ。おそらくサイボーグマンは戦闘に不必要な感情だけは消去されておるんじゃろう。記憶はあるが心はないって感じですかね。記憶はあるが心がない。そんな。奴らが生きているだと。バカな。ママドゥ。久しぶりだな、ピュンマ。覚えているのか、僕のことを。もちろんだ。じゃあ、あのことは。お前の兄さんが死んだ日、
僕に言ったあのことは。俺の兄貴はメタル X の鉱山で朝から晩まで働いた。何の楽しいこともなく、ただただ働いて、働けなくなったら虫けらみたいに放り出されて。教えてくれよピュンマ、兄貴は何のために生まれてきたのか。ママで俺は戦うぞ。あんな家に住みたいからじゃない。みんなが生きていてよかった、そう思える国を作りたいんだ。ママドゥ、お前も知ってるだろう、今僕たちの国がどうなっているのか。お前が命をかけた夢はまだ夢のままなんだ。一緒に戦おう、僕たちの国のために。ママドゥ、言いたいことはそれだけか。命拾いしたな。なんじゃと、ゼロゼロエイトはたった一人で。よくも私のフライングタンクを。ママで目を覚ませ、僕たちの国をこんな奴に渡していいのか。黙れ、私に歯向かうとどうなるか教えてよ。そこまでだ。こいつは奴らを誘い出す大切な餌だからな。準備にかかるぞ。待ってくれ。008、聞こえるか008。001、大変だ、008がブラックゴーストに捕まってる。なんじゃと。みんな008を助けに行くぞ。009、お前はここに残れ、俺が行く。ダメよ、無理しちゃう。だからってこんな甘ちゃんに任せられるか。心配ない、俺たちがついてる。004、気力だけで戦える相手じゃないぜ。チッ、あの時のヘビよ。それからなんてひどい。008は奥の実験室みたいなところよ。よし、俺は5と7とで奴らを何とかする。003たちは008。わかったわ。奴らは僕が。004は008。じゃあ、頼んだぞ。ほんじゃ、行きますか。来たな、バカどもめ。そこだ。Yeah.
もう大丈夫だ。やれ。はこれは超高温熱電波だ。サイボーグといえどもこの高温には耐えられまい。08が世話になったな。たっぷりお礼はさせてもらうぜ。クソ、待て。008、008。生かすものか。逃げられないぜ。待ってくれ。ママで、僕はまだお前を仲間だと思っている。また一緒に戦おう、昔みたいに。何を言っても無駄だ。008、下がってろ。ママで、ブラックゴーストを倒して僕たちの国を作り直そう。ママで、ピュンマ、俺は約束する。この国をきっと素晴らしい国にしてみせる。ママドゥや死んでいった仲間たちの夢は必ず叶えてみせる。ピュンマ、いつかお前もそれを確かめに帰ってきてくれ。いつまで経ってもここはお前のふるさとなんだからな。カボレ